スイス国鉄府4、4型の組み立て図スイス国鉄府4、4601号機、編成を組む、軽量客車と屋根や車体下の高さが揃えられている、1940年、スイス国鉄府4、4型電車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線系統で、使用されていた荷物電車である。なお、本機は、形式名称は電車であるが、外観や用途が、 電気機関車に近いため、電気機関車に分類される場合もある。スイス国鉄では1930年代に、ジュネーブ・ベルン・チューリッヒ・ザンクトが連間の都市間、列車用の運転を計画していたが、本機はこの牽引用として、軽量客車3両程度を牽引できる、軽量高速の荷物電車として1940年に601から603号機の3両が製造されたもので、 外観は、機関車に近いものであるが、技術的、消費的には、本線の高速列車用や団体、臨時列車用として発達した、部に、4型や、第4、8系、ラブド8、16型などの軽量高速電車をベースとした機体となっている。本機は、ボーボの車軸配置と、タップ切り替え制御による、最大 62.7KN の牽引力と、 時速 125km の最高速度を特徴とする軽量高速機で、車体、機械部分の製造を SLM が、電気部分の製造を BBC、魔法、サスが、台車の製造をシグが担当している。スイス南東鉄道で4、422号機、ザムシュターガーン駅、1995年スイス、南東鉄道で 4, 4、422号機、 全面貫通扉埋め込み後、ザムシュターガーン駅、1988年スイス、南東鉄道で 4, 4、422号機、全面貫通扉埋め込み前の原型に近い状態、アインジーデルン駅、1985年1944年に、前期が、スイス国鉄から、譲渡されている。譲渡先及び、形式、基盤は、以下の通り。なお、譲渡に際してはとも、 最高速度を時速 125km から時速 90km とするなど若干の改造を実施している。ありがとうございます。